こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。爆裂チェーンバトル始まりましたね。皆さん楽しんでいますか？私もファーストアタックやっていきたいと思います。はい、まずはエネミー情報を見ていきたいと思います。今回のエネミーはハッチハークですね。ハッチハークが敵です。エネミーに有効なカテゴリーはスーパーサイヤ人、親子の絆、オーゼルパワーの3つ。はい、有効なキャラクターはもう新しい LR 悟空とかですよね。私ね、ちょっと今回のガシャ青龍祭は見送ることにしたので持っていません。だけどちょっとね、持っているキャラでなんとかなるかなーっていう感じですね。はい、私が設定したサポーターはこんな感じです。はい、あまりね、お役に立てないとは思うんですよ、特に極系なので。皆さん気が向いたら私のサポーターも使ってやってください。それではファーストアタックやっていきたいと思います。バトルキャラクターは超地属性のスーパーサイヤ人ごはんちゃんでやっていきたいと思います。はい、お借りするサポーター様はこんな感じです。終わった後にまた詳細を紹介させていただきますね。それではチェインバトル800戦、 Let's get started。 はい、これね、本当に1回目です。昨日はちょっとね、疲れて果ててしまい挑戦ができなかったので今日やっております。開催して2日目ですね。はい、ここ大事、選ぶぞ。3体。うん、どうだろう。ちょっと悟空とごはんちゃん入っちゃったけど、これやっぱり悟空3体の方がいいのかな。やっぱ3体選ぶところをすごく早くね、しないといけないので、焦りますよね。あー、1億いかなかったか。957万9382ダメージーズでしたね。あー、そっかー。結構ね、チェーン数はね、良かったんですよね。行くかと思ったけど、そっかー。はい、でもミッションをかなり達成できました。これは嬉しいですね。ありがとうございます。そしてお借りしたサポーター様、ありがとうございます。超系がイニシャル T さん、極系がトランクスさん、お借りいたしました。ありがとうございました。そして気になるランキング見ていきたいと思います。どうかな。おっと、上位 10% かー。なるほど。1億いけばね、もっともっと上に行けるんですよね。頑張りたいと思います。はい、それでは詳細確認していきたいと思います。バトルキャラクターは超地のごはんちゃんですね。超系でお借りしたのがイニシャル T さん。チェイン数がね、良かったんだけどね、84ですよね。極系の方はトランクスさん、お借りしました。ありがとうございます。こちらもね、結構良かったんですよね。こちらがね、81ですよね。だからね、両方80以上いっているのでいいかなと思ったんだけど、はい、選択したサポーターがこの3つキャラクターだったんですけども、ちょっと時間がね、1秒かかってるから、もうちょっと早くした方がいいよね、絶対ね。はい、という感じでした。また引き続き挑戦していきたいと思います。サポーター様たくさんお借りすると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。そして今回も私マミリンマートのサポーターを使って、さらにバトルキャラをちょっとおかしな面白いキャラに変えて遊んでくださった方は、チェーンバトル終了後に動画として紹介させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。今回も楽しみにしています。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。